はい、お疲れ様でした。はい、この後、フィールドゴールブロックですね。フィールドゴールブロックがあるんですけど、メンバーのコリオにしてください。いいですか？はい。はい。もう僕ちょっとオフェンスサイドに入ってたので、ディフェンスサイドちゃんと見れてないから申し訳ないんだけど、最後のね、チームのところに関して言ったら、すごくいい練習できてると思うんだよね。ノーミスでパッとできたし。だけど、一番最初に戻ってみて、ウォークするの時ってどうだった？もうむちゃくちゃだったよね。ケイデンスミスするし。で、やっぱりこれちゃんと入りから、そういうことが勝ちとできなかったら、ゲームの途中から、はい、これエンジンかかってやりますではないじゃん。そうでしょ。だから最初からバチッとできるように、やっぱそこ気持ちの問題とメンタルの問題だと思うんだよね。どういう自分が準備できてるか。ね。だからそこだと思うから、もう一回集中して明日いい練習しましょう。いいですか？はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。まだ先行途中だと思うんですけど、アピール力が全然足りないと思います、みんなの。なんかもっとコーチに対して、俺今準備できてるぞ、I'm ready! みたいな姿勢を見せるのってすごい大事だと思うから、例えばレシーバーで、ルート走った後にハッスルして戻ってくるとか、なんか声出すとか元気出すとか、そういう部分ってすごいアピールにつながると思うから、俺は学生とかにもっとやってほしいなと思う。もっと若い世代がもっと生き生きして練習してほしいなと思うから、明日絶対無駄にせえへん一日にしよう。 OK、 はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。もう明日ラストだけど、もし、この中に、俺って受かるのかなとか、俺らアメリカに勝てんのかなとかって思いながら練習してるやついたら、その考えやめた方がいいよ。うん。結果なんても誰にもわかんないから。うん。俺らとにかく大事なのは、ここで自分たちの持ってるものを出すこと、ね。それに集中しよう。今ヘッドコーチ言われたでしょ。ウォークスルーから。何？スイッチ入ってないって。ウォークスルーだったらその瞬間にもうスイッチ入れよ、そこで。ね。先のこと考えすぎやわ、全員。意識3万だ。今この目の前にあること絶対集中しよう。したらもっといい練習できる、明日。ね。俺らそうなんじゃないの。トップ選手でしょ、ここにいんの。ね。そのプライド持とうよ、もっと。絶対できるから、全員。もう明日で最後、ね。出し切ろ、絶対に。悔いなく。あ、俺やりきった。それで落ちたらもうしょうがない。受け入れよ。また次頑張れ。な。そのプライド持って、明日、もう一回最後の練習全力でいきましょう。はい、よし。よし。ジャパンスリー、ワンツースリー、ジャパン。カメラが。